荒木田紗恵と菅の意外な関係。はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーガブの方のニヤニーのワットをやっていきたいと思います。こちらの動画に寄せられたコメントから今回ね、何個かピックアップさせていただいております。今日はねちょっとねめちゃくちゃ長くなっちゃいそうなので、もう早速本題の方に入っていきたいと思います。まずは天津外さんからのコメントです。怪人隊のストマック兄弟なんですが、私は全員が動物に思えたんです。ランゴがヤギ、ニエルブがサメ、グロッタがイカ、シータジープがリヌオアールオオカミ。そしてその動物を頭に思い浮かべた時に、こいつらって歯に特徴があるなって。ヤギって上顎の歯がない、サメって一生歯が生え変わる、イカは吸盤に歯がある、犬は犬歯。そうすると次回出てくるデンテの名前のイタリア語の歯が由来ってのも納得してしまう。特にグロッタってムチらしきものを持ってるところからイカにしか見えない。あと顔の前の鎖と顔の後ろのムチのように垂れたものを見ると。それとエージェントの足の裏なんですが、歯にしか見えないんです。フワマロのことを蹴った際にチラッと見えたんですが、歯なのかなと。そういえばご地蔵も今のところ全部ガブが変身すると歯を見せますよね。口を開けているからというのもありますが、口を閉じてるフワマロも歯だけ見せてるんですよね。グラニュートには何か歯も関係するんですかね。どこかで虫歯が関係する何かも出てきたり。あと前回の時にショーマの母親はまだ生きていると書いたのですが、今回の話でヒトプレスされたのを見て、あ、やられたとは思わなかったんです。それは幸せスパイスのない状態でのヒトプレスで、スパイスを取るのはどうなのだろうという疑問と、可視化されたヒトプレスと元のヒトプレスの下の換気法が異なっていたので、まだなんか生きているのでワムイかと思ってます。もしくはジープがその闇菓子を食べて誕生したエージェントがいるという説。あと一つの疑問が生まれたのは、ストマック家の兄弟が人間界の菓子を食べたらと思ったんです。シータとジープの二人の言葉を聞いて、ジープが興味を持っていた気がしたので、いずれ人間界のお菓子を食べそうな気もします。するとやはりジープは正義への寝返りか仮面ライダー化するのではないかと思ってしまいます。これまたおもろいですよね。歯に特徴があるっていうね、これ結構着眼点やばいですよね。これまでね、胃であったり舌、そして次回登場するデンテによって歯の要素もね加わるし、そして今回の仮面ライダーはお菓子、めちゃくちゃ大きいくくりでくくると食でねくくれるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ現在食品ロスというのがね問題にもなっているわけなんですけれども、今回のこの仮面ライダーガムの裏テーマとして、そのね食品ロスというのを取り上げているのであれば、グラニュートが誕生した経緯であったりとか、グラニュート側のメッセージであったりとかがね見えてくる気がするんですよね。この天津さんがねストマックご兄弟のモデルとなっているのが、ヤギ、サメ、イカ、犬、オア、オオカミというふうにね挙げてくれているわけなんですけれども、まあ犬とオオカミ以外は一応食べる機会もある動物じゃないですか。サメなんか特にね、ちょっと前かなにフカヒレとしてね、まあヒレ部分だけ切り落とされて、ヒレ以外のこの体の部分はちょっとね、海に置き去りにされているっていうニュースをちょっと見たことがあるんですよね。まあ、あとはですね、このね、ヤギとイカも、もしそういうね、事例があったり、まあ人間の私利私欲のためだけに犠牲になることが多いのであればですね、今回のグラニュート、まあストマック家のね、モチーフは、食に関する犠牲になったもの、まあ動物と、まあ考察すると、なんかこう、複雑ですよね。本来狩られる側がガブの中では狩る側に回って、なんかこうね考えさせられる作品にもなってきそうな気がしますね。そう思うとですね、前にもちょっと触れたんですけれども、まあアニメ化もされてて人気な漫画だったこの約束のネバーランドっぽさも感じるんですよね。まあこれねちょっとね天津さんのコメントから飛躍しすぎたかもしれないんですけれども、まあ点と点をつないでいくと結構こう無限に考察もできるので、これまた考察の面白いところじゃないかなという今回はまた改めて思いました。はい、ではね次行きましょう。めぐすけさんからのコメントです。もしかしてたら塩屋と菅の両方グラニュートかもしれないです。ただ立場は違い、塩屋ははぐれグラニュートで、ただ人間や闇菓子を食べてない人間社会で生きると決めているのではないかと思います。菅はストマック家やショーマの父でハントの仇でもある。闇菓子の依存性による禁断症状で暴走してハントの母を欲望のまま食べた。今の姿は別人に擬態している。目的は追放された復讐をするためにグラニュートを倒す武器の研究をしている。グラニュートや闇菓子について詳しいのもそのためです。
このめぐすけさんからのコメントめちゃくちゃ面白いですよね。塩谷と菅がどちらもグラニュートでしかも異なる目的を持っているという考え方は今までちょっとね考えたこともなかったので、まあ、特には菅が闇菓子の依存性に苦しみ大切な人を失ったという背景はこの彼のね行動に深みを与えてくれそうですよね。塩谷がそしてねなぜ人間社会で生きているのか、そして菅がなぜグラニュートを倒そうとするのか、ますます気になってくる考察です。これね本当にねこのままの展開でいけば今後のこのね展開がめちゃくちゃ気になるし、この2人の関係性がどのように描かれるのか非常に楽しみですよね。はい、ではね次のコメントいきましょう。共感さんからのコメントです。怪人体の違いは母親の違いという説は結構可能性がある話。ただストマック家の母が出てこないのはすでに個人だからだと思うが、これが一夫一妻制なのか一夫多妻制なのかによってもパワーバランスが分かりやすいかも。仮に後者だとすると今後双子が寝返り片割れが変身する可能性は高いと思う。菅はやっぱりグラニュートハーフ説を推したい。デンテの登場で密かに人間界と関わっていそうなグラニュートの存在が感じられるので、菅の情報源はこの人かも。闇菓子に反対してグラニュート界にいられなくなったグラニュートの勢力があるとすれば、今後ショーマやハントと関わる味方側のグラニュートが死亡遺体を菅が利用して変身を可能にするという展開もあり得る。ただサンガがグラニュートの血を引いているとしてもおそらく本人に自覚がない、あるいはそのことを本気でなかったことにしたいから黙っている可能性が高いと思うので、現状的になる可能性は高くないと思う。個人的にはオープニングの表現がしっかりと菅個人が映るようになっているので、4号以降での変身もしくはガッチャードでの港先生みたいな変身せず戦うポジになるのかなと。グラニュートを倒す研究について言及しているので、単にグラニュートに恋人でも食われたみたいな可能性もありますが、塩谷の心配が本心から言っているとも、サンガに近づいて不都合が出てくるとも取れる言い回しなのがうまい。塩谷がグラニュートだとするとデンテとつながっているかどうか、個人的にはサンガがデンテとつながっていて塩谷はつながっていない、もしくは信用していないからハントに近づいてほしくないのだと思う。勝手な想像でしかないが、塩谷はハントを人間につなぎ止める役割があるのではないかと思っている。塩谷が死亡かハントを裏切った時、初めてハントは人間であることをやめて仮面ライダー、つまり怪人グラニュートと同質の存在気になれる。ということでですね、今回はちょっとですねこの共感さんのコメントを見て、まあ矛盾ではないけど、まあ、疑問というか、まあ、違和感があったので、それについてちょっとね僕なりに語っていこうかなというふうに思うんですけれども、それがですね菅ハーフ説プラスデンテとのつながりがあるというのがね僕はちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ現在人間とグラニュートのハーフが濃厚なのがショーマですよね。でこのショーマの特徴として挙げられるのが赤ガブ、そしてニエルブのセリフ的にもですね、ハーフであっても人間族そしてグラニュート族の特徴が現れるってことがね分かってますよね。そうなると菅にもその特徴が出ててもおかしくないわけなんですよね。まあ前回のね4話がほぼ初登場でもあったので、この菅がでその特徴がまだ描かれていないだけという可能性はね十分あるわけなんですけれども、まあでもですね、そのもし自分がグラニュートの血がこう体に、ね、流れているのであれば、まあ自分の種族のことってまあそんなに調べるかなと思ったけど、これちょっと待てよと。いや調べるか、まあ調べるならですね、まあショーマも同じハーフで、ショーマはグラニュートの世界で育ったっぽく、まあ1話の時点で初めて人間界にやってきたっていう感じでしたよね。そして人間が食べるものに興味を今現在持っている、まあそれがお菓子でもあるんですけれども、そうなら菅はハーフでありながら人間界で過ごしてきた、まあいわばショーマとは真逆の境遇にいたとなれば、まあ菅もまあ研究者として自分のね、半分の種族であるグラニュートというので、ね、調べ尽くすというのもあの可能性として全然あるか。まあ例えばですね、菅にもショーマと同じようにですねお腹にガブがいるとするのであればですね、他の人間にはないものが自分についている、そしてある日お腹に、口がついた怪物が現れて、でもしかしたらあの種族と自分は関係あるのではないかとなれば、やっぱ研究しますよね。
ああでもこれ菅もハーフかもしれないですよね。まあでもですね、デンテとのつながりに関してはないというふうに思っててですね、菅はこれまでの研究で、まあ、グラニュー糖に関していろんな情報を掴んでいるわけですよ。でも現状一つだけ分かっていないことがあって、それがグラニュー糖がどうやって人間界に来ているのかっていうところなんですよね。ここはさすがにデンテとつながっていたらですね、まあ、デンテにお前はどうやってこの世界に来たんやって真っ先に聞く質問がねこれだとは思うんですよね。なのでこの菅とデンテのつながりは現状ないとは思うんですよね。でデンテはショーマの王子ってことでですね、ショーマのおじいちゃんはおばあちゃんの兄弟に当たる人なんですよね。でショーマの母は人間で確定しているので、父方の方のおじいちゃんはおばあちゃんの兄弟なわけなんですよ。なのでこのデンテはずっと人間界にいたとは考えにくいわけなんですよね。なので一回は絶対移動しているはずなんですよ。このことからもですね、菅とつながりがあるのであれば、まあ教えてあげてもいい情報でもあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。でもここもね、ちょっと振り返ってみると、まあ、ショーマももともとグラニュート界にいて今人間界にいるわけでしょ。で僕らはショーマが人間界に来た瞬間を一応ね映像として見ているわけなんですけど、あれって、まあ、僕らね客観的に見ているわけなんですけど、どうやって人間界にやってきたかって説明するの結構難しいですよね。菅が今後ショーマと出会って、お前はどうやって人間界に来たんやって聞かれても、なんか答えられそうにない気がするんですよね。ということでですね、まあここまで結構喋ってて、共感さんのコメントを完全に否定してやろうとは思ってたわけなんですけれども、喋れば喋るほど自分の考えがちょっと砕けてきたわけなんですよね。なのでこの件に関してはまだ情報が少なすぎるので、もうちょっと話が進めば考察もできるようになるんじゃないかなと思います。はい、ではねラストのコメントいきましょう。特撮ヒーローさんからのコメントです。あくまでも僕の推察ですが、塩屋掃除、塩屋掃除すなわちハントの敵な気がします。ハントの母から来たさえについては、旧姓菅さえと仮定すると、謎の失踪をした妹を調べ、グラニュートの存在までようやくたどり着いたのではないかと思いました。見た目年齢的に無理があるかもしれませんが、年の離れた兄弟なら十分ありえそうですよね。いやー、このハントの母そして菅が兄弟説おもろいですよね。まあ、年齢的にね無理があるというふうに書いているわけなんですけれども、ほんまにそうなのかちょっとね深掘ってみましょうか。まず菅役の浅沼さんの年齢は現在48歳ということで、まあ菅もねだいたいこれぐらいの年齢設定だとは思います。そしてハントの母さえ役のですね、我が妻美和子さんの年齢は現在33歳なので、さえの年齢もおそらくこれぐらいの年齢設定でしょう。で事件が起きたのが18年前、となるとサエが生きてたとしたら現在51歳前後になってるんじゃないかなと思います。役者さんの年齢をねそのまま考慮して考えるとですね、サエが、菅の姉である可能性もあるというのがね今回でこれちょっと分かったんじゃないかなと思います。事件当時菅が20歳前後なのであれば、そこから失踪した姉もしくは妹を探してグラニュートという謎の生命体のヒントを掴んで研究して今の状態になってても何らおかしくないと言えると思います。このヒーローさんのね考察めちゃくちゃいいところをついてるんじゃないかなって僕は思うんですよね。本当に兄弟だった場合、ハントと菅はですね、まあ親戚にも当たるわけなので、菅からすると、失った兄弟、そしてハントからすると失った母の仇を2人が協力して撃つ、これねなかなかエモ圧展開だとは思います。いやこれねいい考察でしたよね。ということでですね、今日はねここまでにしておきましょうか。次第5話もめちゃくちゃ楽しみですよね。で次のね5話の考察なんですけれども、ちょっとね諸事情というか、まあ今週末に引っ越しをねちょっと控えておりまして、予定通り日曜日にアップするのが非常にまあ難しいというかほぼ無理かなというふうに思うので、次回のこの第5話の感想&考察はですね、まあ火曜日か水曜日あたりになってしまうかもしれないし、最悪ちょっとね、6話放送前日の土曜日あたりとかになってしまう可能性もあるので、ちょっとね気長にお待ちいただければなと思います。
ではまたね、次の動画でお会いいたしましょう。